和田のりは、日本の実業家。第5代日本電信電話、代表取締役社長。現、同社相談役、日本金理事長。山口県豊富市出身。京都大学経済学部卒後、1964年に日本電信電話校舎に入社。理事、労働部長、東北支社長、グループ企業本部長等を歴任。 1998年からは、持ち株会社準備室長を兼務し、翌年、持ち株会社移行本部長となる。同年7月、NTT 再編が実施され、同時に副社長に就任。2002年に、第5代日本電信電話株式会社社長に就任する。放送と通信の融合の問題に積極的に取り組み、NTT として、 映像配信のための通信網整備などを積極的に展開する考えを示すが、直接的な放送事業への参入はしなかった。また、既存の固定電話設備の公開を事実上凍結し、2010年までに電話網の IP 化と3000万人を光フ馬網に収容するとの計画を発表した。2007年に社長職を退任し、会長に就任。 2012年6月より相談役、また同月日本記院理事長に就任した。なお、本人は、以後はアマチュア初段の腕前であるという。NTT 会長の他には、日本経済団体連合会顧問や、厚生労働省産業労働懇談会委員、日本中央競馬会運営委員などの要職を務める。2018年春の叙勲で、朝日大受賞を受賞。 ありがとうございます。